はい。じゃあ、回答の二つ目ですね。で、先ほどの回答動画のちょっと補足をしますけども、すぐに下がると見た理由は何でしょうかっていうのですよ。これをね、はっきり言ってなかったですね。これは、すぐに下がると見てませんので。多分、含み損は続くかもしれないな。でも、今エントリーしとこうと思ったんですよ。で、たまたま運が良ければ、私がセルでエントリーした直後ぐらいに下がっていったらいいなぁぐらいのもんなんですよ。これはね、すぐに下がると見た理由ってのはないです。ただし、 いく分,、ね、分も戻り売りの戻りがあったじゃないですかだからまあこの辺かなっていう塩梅ですねこれはねだから繰り返し繰り返しエントリーしてきた今までやってきたこの戻り売りで経験してきた勘がちょっと働いたかもしれないですただこの勘っていうのは理論的にあのお伝えすることができませんのでまあこれは勘で入りましたっていうのもね言い方としては丁寧じゃないなと思ってますねですんで、すまあある程度は、 たまたまたたたそうなったってとこですねはいただそうなる外然性が強いから私はあそこで戻ってる最中にセルをかけるわけですよだって戻ってる最中通常倍の方がなんかね利益伸ばせそうじゃないですかでもこれは戻り売りだなと思ったんでしかもそこまで戻り売りが続いてたんで行ったってことでございますで次なんですけども、えー、145の39号抜けたら半値で追撃と言ってますけども、えー、と初めのエントリーが小ロットで次が大きな通常ロットになるってこの順序もね わからないでもないいででももんすけども私の場合は利益を必ずですので根っこからリスクを取って入るのはこれはねあの確かにリスクを取ってるんですけども私としては結構これはいけるなと思ってるんですよねだからこれでまずは通常ロット私の場合1ロットでこう行くんですよでこれがもしねロスカットにあったらそれはもう被弾したなと思ってそこで。 もう一旦諦めててエントリーはしばらくせずに成行を見守っていますでもこの1ロットで例のネックラインまでぐーっとね戻り売りの売りの方が進んでいったら利益がある程度取れるじゃないですかやっぱりこう3万円ぐらいね例えば金額で言ったらそしたらその3万円をどうしても確保したいんでロスカットを食らっても2万ぐらいは残したいわけですよだから追撃は私跳ねでやってるんですよね ただしでしょ、ブレイク、ブレイクアウトの場合に追撃するときは逆に1ロットを2ロットに増やして追撃とか3ロットに増やして追撃、これもありますけども相当自信があるときですね、これはね。っていうのが、あの、後でエントリーする追撃の方を大きくしちゃうと、その追撃はロスカットを食らった場合はそこまで儲けたやつも全部吹っ飛んで、全部トータルでマイナスになっちゃうんですよね。これは避けたいと思うんですよ。ですんで私は通常はですね、根っこから入るときに1ロット。で 次に入るときはハンネロットにして、追撃は、まあ、プラスアルファのおまけっていう感じでしてますね。ただ、逆の考え方もあることはお話しておきます。ですね。で、今回、先方さんが、いや、その、追撃の方が通常ロットにした方がいいんじゃないのって、これはね、本当にその通りだと思うんですよ。で、そういうことをするときもあります。えー、ですんで、私の場合、今回、根っこから入って、戻り売りが成功しましたんで、これは残したい。絶対残したいんで、追撃をハンネでしてるんですよ。逆に追、ね、追撃をね、 プラスアルファですする時がありますで今回、追撃の方はどちらかというと根っっほど自信がなかったと思いますねうんそれはですね、あのーまあその時の精神状態としか言えようがないんですかね、これもなんか繰り返してきた感とも言えるんですけども、大きく下に抜けるかなと思ってるんですよ。そうじゃないだろうと。というのが、やっぱり円安はもう続いてると思うんですよ、まだでも。日米の金利差で円安はだから 戻り売りを何回も繰り返して、で、どん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 その戻り,の戻り売りのね、売りの威力が弱まってるなと思うんですよ。ちょっとチャートでね、もう一回見ていただいたら分かると思いますけども、戻り売り、だから3回目で今回ね、解説の動画撮ってると思いますけども、一番最初の戻りっていうのは結構大きかったと思うんですよ。2度目はちょっと若干ちょっとね、控え気味か、前回と同じぐらいだったと思うんですけども、うーん、3回目の戻りは大きいかなっていう疑問がありましたね。う まあ結果的にはちょっと大きかったんですけどねだからそこは見立てが外れたんですけど見立てが外れたにしても根っこから入ったやつと追撃した分両方ともねプラスだったんでよかったなってところですかね、うん、まあでもね本当はこれは難しいですねあのなんか感覚とかそのとその瞬間の精神状態とか私のなりの自信とか恐れっていうのが加味されますんでだからそこはちょっと説明がしにくいんですよすみませんけども、うん まあでもね本当にねあのレンジブレーカーは通常ロット、うん、それもあるんですけどもこれねうん,うんまそうする時もあるとしか言いようがないですかねだかここが何とも言えないところですねその瞬間私が例えばねお腹を壊していても弱気になるわけなんですよでもその直前に他のことでなんか楽しいことがあったらえい行けみたいな感じで精神が最後には入ってくるんですよね ここちょっとお分かりいただけますかねテクニカルをずっと伝える中で機械のようにテクニカルができればいいんですけどもどうしてもなんかね精神的な塩梅が入ってきちゃうんですよねうん、まあ、ですんでそこはもう、あのー、動画を受け取った方のさじ加減も入るのかなと思いますだからここがやっぱり結局どこまで行っても同じテクニカルを使ったるのに差を作るところだと思うんですよできるだけ個人的なノウハウを排除してテクニカルだけで語ってるんですけども ただま,あまだちょっとね入りますねうんですんで今のご質問初めのがあの通常ロットであ小さめのロットで追撃が大きめのロットそれももちろんそういうこともやりますけども最初が通常ロットで次が追撃がねちょっと弱めのロット、うん、これもあるんですよねだからどっちを採用するかっていうのはその時の精神状態なのかなと思いますですでここ見分けがつかない場合はどっちとも 同じロットで行くのがよろしいいかと思います最初はねだから根っこから入る時もそれから追撃の時も同じロットでずっとやるみたいな感じですかおすすめするのはだから0.1っていう小ロットを決めたんだったらもしくは0.01っていう小ロットでやることを決めたらずーっとそれでいくことですよそしてだんだん塩梅が測れてくると自分の場合は根っこからの方がいいのか大きめの方がいいのかそれとも追撃を大きめにすればいいのかってことがだんだん浮き彫りになってくるのかなとこれは個人的な塩梅になってくると思いますですんで 個人的なことを言われても困るよ混乱するよっていう方は常に同じロットでやることをお勧めします。これが2つ目の質問の回答になりましたね。ちょっとグラグラの流れ長くなりましたけども、あの本当にねこれを言葉で伝えるのは難しい面があります。ただし最終的にまとめさせてもらいましたけども、えっ、ー、と今回ご質問いただいた回答は2つになると思います。1つ目はなんですぐあのセルに行くことがわかったんですかってこれはわかりません。もうたまたまなんですよ。 ただもう決断していくんですよね。含み損が膨らむかもしれないってことを決断していくんですよ。その結果、私がエントリー、セルでエントリーした直後ぐらい、もしくはそんなに間を空けずに下に行くことがたまたまあったってことです。もうそこはたまたまに助けられるってことです。正確には分かりませんから、これは結局は。どんな大物トレーダーにも分かりません。これはね。だからリスクを承知でセルのポジションを取るってことです。だからロスカットを食らうこともありますんでね。ロスカットを食らう割合が4割で。 うまくいく割合が6割なら勝ち残れるでしょうっていう、あそこに戻るわけです。で、二つ目なんですけども、追撃のロットの大きさですけども、これは説明ちょっとね、ちゃんとできたかどうかわかりませんので、もうお話すると、全部同じロットで最初は行ってくださいってことです。で、力がついてきて、そのあんが測れるようになってから、あの、ロットのね、調整を追撃の時と、最初から入る時と変えるっていうふうな段階になるということで、今回はまとめさせてください。はい、ちゃんとした回答になったでしょうか。 またよろしくお願いします。ありがとうございました。